いじられキャラになっちゃうんですよ。そんなつもりがなくても。どういういじりを食らうんですか。長澤まさみさんに僕のクランクアップのタイミング嘘を教えられたりとか。ちょっと待って、先生やりながら長澤まさみとその距離感だ。すごくない。あとなんか僕結構お顔立ちが おかしいじゃないですか。愛嬌があるというか描きやすい顔らしくって、そのドラマのこう待機時間とか結構僕の似顔絵描いて時間を過ごす人たちが多いんですよ。でも愛されキャラでもある、先生。ヘアメイクさんが僕の似顔絵を描いて、なんかこうパウチしてステッカーみたいにして、それをスタジオの冷蔵庫とか小道具置き場とかバンバンいろんなとこ貼って、あげく鈴木亮平さんが面白がっちゃって自分のヒゲ剃りに貼ってたんですよ。それ商品化できそうだよ。あるの？あるんだ。こういう。むちゃくちゃ似てる。いい。可愛い。やっぱね、威厳があった方が周りもこう締まるとこう締まっていいんじゃないかって思うんだよね。で、威厳を保つにはちょっとデータによると、どんなことが起きてもやっぱ動じない、こういうことが大切らしいんだよね。でちょっとそういうの鍛えるもんなんかないかな。じゃ あ私いいの知ってるよ。え、マジ、なんで、うん、いやいやいや、え、なんでかだけ教えて。理由いる？うるせえよなこいつな。動じないようにすればいいんでしょ。あ、そっか。ちょっと待ってて。あるんだ、なんかあんだ。だってデータとかも見てなかったしね、今電池。すげえな。じゃん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 。え？何これ？私がハマってるスープです。動じないようにするってことだからね。大丈夫？じゃあ私せーのって言っていい？いいよいいよ。じゃあせーの。いただきます。いただきます。どうぞ。食リポとかもね、うん、していけたらいいよね。そのままね。先生。めちゃくちゃ回ってるじゃん。激辛って言って実は酸っぱいスープでした。部分的に。ゴリッ、なんかぬるっとして塊のような、すごく濃い部分があって沈殿してた。沈殿、よく混ぜて。こういう予期せぬことが起きても動じないっていうのが大事でしょ。同情しまくりじゃん、みんな。他なんかある、動じないやつ。まだある。え、何これね、あの演劇部がもう使わないからってもらったやつなんだけど、うん、これを顔に飛ばしていたずらするから、それでも動じないようにするっていうこと。いいじゃない、いいじゃない。そういうのはまあ大丈夫でしょう、うん、でしょ、まあね。すごい、まばたきはしてるけど動じてない。すごいよ、すごいよ。めちゃめちゃまばたきしてるよ。ちょっと待って、あの眼球の中に眼球の中にふわふわが何近く。でも全然動じてなかった。動じてないか。え、じゃあ凛太郎は、俺もいいんじゃないか。え、やってみなよ。え、痛い。刹那のストップモーション、まさにレボリューション。